静岡県の半分こ怪人さんからもらったありがち横を、得た知識をすぐ活用しがち。レギュラー番組ぶらり途中下車の旅拝見しました。ありがとうございます。今回もとっても素敵な旅でした。その中でマヤナッツというスーパーフードが紹介されていましたね。その後神業チャレンジにもご出演されていましたが、こちらもレギュラーですね、創作パン対決の時に横尾さんが取り出したるわマヤナッツ、とってもびっくりしました。新しく知ったものをすぐに活用してものにしてしまうのが本当にすごいです。マヤナッツパン、機会があればぜひライブで投げてください。これからもいろいろなところを旅してチャレンジしてください。これはですね、ロケ中にですね出演が決まりまして、3日後までに締め切りだったんです。おっとどうしましょうということで、そしたらですね、ロケ中にマヤナッツ、モリンガと、見ましたので、すぐ使わせていただきました。まあでもすぐ、すぐ使わないと忘れちゃうんでね、一回使えばこうなんとなく頭に入るっていうかあれなので、結構すぐ使う、普段からも使うかな。知った言葉とかも釈迦に説法とかね、かっこいいみたいな、意味聞いたら別にかっこよくないんだけどね、まあ失礼ですけどっていうことじゃないですか、相手に対して失礼ですけどちょっとお聞きしますよみたいなね、もうそんな詳しいあなたに聞くのは失礼ですけどっていう感じで使うね、釈迦に説法覚えた瞬間はすぐ使ってた。そんな感じですね。はい、キスマイレディオ始まるよ。こんばんは、スマイルフット2の横尾渉です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますスマイルレディオ、今夜は横尾渉のソロラジオをお送りします。ちなみに僕の次の担当は二階堂さんです。二階堂さん宛にメールをお待ちしております。まずはオープニング恒例の近況トークを話していきたいのですが、そうですね、8月10日はキスマイフット2のデビュー記念日でした。当日はですね、ニューアルバム購入者特典のイベントがありました。その後にはですね、ファンクラブ限定で配信もさせていただきました。まあそこでね、生配信の方では千賀さんがちょっとやらかしてしまってっていう、まあ、アーカイブは残るみたいですが、そこがうまく編集させてもらいます。はい、見てない方でね、何だったんだろうと思う方は誰かに聞いてください。はい、そしてですね、世間的ではですね、パリオリンピックが終わりましたね。日本は金メダルが20個と世界3位、今回のパリオリンピックの中で3位ってことですね。もうすごいすごいね、20個も取れて、北口さんすごいね、やり投げ、レスリングも強かったし、まあなんですかね、国を背負うっていうんですかね、そしてこの長い年月こう代表に選ばれるため、その後にオリンピック出場してメダルのためっていうね、あのプレッシャーの中活躍してた選手たち、活躍した選手たちはすごいっすよね。メンタルもすごいし、もう終わった後のコメントとか聞いただけでね、涙が出てきますね。本当お疲れ様でしたってことです。本当にお疲れ様でした。まあこの後はね、まだまだパラリンピックの方がありますので、そちらの方もどうなるか見ていきたいと思います。はい、今夜も最後までよろしくお願いします。キスマイレディオの公式ハッシュタグ、ハッシュタグキスラジもどんどん使ってこの番組を盛り上げてください。それではここで一曲、キスマイフット2のニューアルバムシノプシスから笑って泣いて、どうぞ。キスマイフット2、キスマイレディオ。改めましてキスマイフット2の横尾渉です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、番組に届いたお便りを紹介するキスマイメッセージのお時間です。その前に先週の担当藤ヶ谷さんからメッセージが届いています。まだまだ続くよって言って続かないのどう思うとのことです。番組とかよくありますよね。藤ヶ谷さんは子供の頃にショックを受けていたそうです。いや、それを言ったらですね、なんだろう、別にこれは否定とかじゃないです、僕個人の気持ちですね。
最終回は映画館で、続きは映画館です。あれもショックよね。よし見に行こうと思った時見に行けないとかさ、ショック。テレビで終わらせてくれ、その後のスペシャルは映画館でええやんみたいな。僕も思います。ショックです。特に子供の頃なんかまだまだ続くよもそうだし、最終回は映画館で待ってるとか言われ、いやどうやって親を説得しようかなっていうとこから始まりますからね。ちょっと制作さん考えてください別に否定じゃないです、戦略なんでね、これは戦略ですから否定ではないですけど、考えてくれたら子供たちは嬉しいかなと思います。はい、それではメールを紹介していきましょう。1枚目ですね、茨城県ももみさん。先月の東京ドーム公演で告知していた神業チャレンジ神声パン対決見ました。名前を伏せて販売、純粋に考案したパンそのものの勝負というのがいいですね。とても見応えのある対決でした。横尾さんはもっとドキドキだったかなとお察しします。皆さんのパンが披露されるたび、どれも美味しそうが止まらなかったです。イメージしてたパンまですんなりたどり着いたのか、結構試行錯誤したのか、あの完成までどのくらいの期間を用意したのでしょうか。リベンジ対決楽しみにしています。これね、冒頭でも喋りましたけども、レギュラーのブラリー途中下車のロケをしてまして、その最中に出演が決まりました。そして、パンの締め切りが3日後、おっと、その時にロケ中にですね、マヤナッツモリンガを敷きまして、これもう使おう、それしかない、時間がない、もうそっからすんなりです。そっからあとはクルミ使ったり、イチジク使ったりというのはすぐ考えました。はい、すぐです。作ろうと思った、考えよう、レシピ考えようと思った、僕はすんなり出てくるタイプです。試行錯誤はしません。なぜなら僕は作らない、頭の中で考えるから。はい、あとね、パン作りはね、漫画とかでね、簡単な作り方とかでね、炊飯ジャーとかで作ったりとかで作ったりとかやったことありますよ。とりあえず一回は簡単な簡単じゃないんですけど、食パンとかは作ったことはありますよ。難しいものはまだやったことないですね。ちょっと粉でキッチン汚れるっていうのも嫌ですし、測るのが僕にはちょっと目分量でいきたいタイプなので、あとはこの時間、こう寝かせるっていう時間がね、ちょっとね、何をしていいかまだ僕は分かっていない。その間もう気になってしょうがないんで、でもいつかちゃんとねハマりたいかなと思っております。はい、結果3位でしたね。いやー、そうね、もう次のパンはもうその時に考えました。もし呼んでいただけるんだったら、まあレギュラーなんで呼んでくれると思うんですけど、もう次のパン1個は考えてます。はい、悔しくない、髪はすげえんだもん、そんな簡単に超えられないよ。ただ曽根さんに負けたのが悔しかった。曽根さんにも勝てると思ってたんだけどな、まあ、渋谷さんにはね家で勝ちましたけど、ね、あのパンには勝てますよ、ここだけの話って感じですね。はい、続いていきますか。ちょっと待ってくださいね。どうしましょうか。あ、ブラリさんの話が出たんで、ブラリさんのメールいきますかね。はい、愛知県 C さん、横尾さんこんばんは。こんばんは。シノプシスの東京公演に参戦させていただきました。その時の MC で横尾さんがブラリ途中下車の旅の宣伝をされていましたね。横尾さんがブラリ途中下車の旅のことを僕に合っている番組と言っていたのがとても印象的でした。ぶらりと中下車の旅で美味しそうにご飯を食べたり、お店の方に興味深そうにいろんな話を伺ったり、穏やかで素敵な横尾さんをたくさん見られるのが嬉しくて大好きな番組ですが、横尾さんが思う自分に合うポイントは何でしょうか。よろしければお話を伺えたら嬉しいです。これからもずっと応援しています。ありがとうございます。まずですね、ノーカンペ、はい、もう僕が自由にできるということですね。あとカメラを意識しなくていい本当自由、本当に旅してる感じでやってますので、ロケしてるって感覚は全くありません。だからそのカメラマンの方とかスタッフさんもすごい上手いんですよね。乗せてくれるっていうか、あと本当旅してる
感覚でやらせてくれるっていうか、本当なんかロケしてるって感覚じゃなくしてくれてる、なので自分に合ってるかなって思います。本当ね、あの店の方とかに聞くことも自分が気になったことしか聞いてないので、はい、他のね番組さんだったらもちろん、なんだろう、伝えなきゃいけないことがあるからこれは聞いてくださいとかありますけど、そういうのもないんで、すごい僕はそういうの好きなんで僕ね合ってるかなって思っております。まあレギュラーなんでね、次いつ呼ばれるか分かんないですけど、もう確実に年に2回は出ます。確実にこれは勝手に僕が今言ってますけど、レギュラーなんで、はい、ロケは長く回してる？あ、ロケ一応長いっすね。うん、一軒一軒長いですよ。やっぱ僕が聞き出したり、自分で聞き出したりっていうのがあれだけど、うん、楽しくて話とかしちゃってるんで、そこをうまくその後スタッフさんが編集してくれてます。はい。でもやっぱお店のこうお客さんの邪魔にならないようにっていうのもあるので、自分の中ではこれぐらいかなっていう感じをやらせてもらってますね。うん、はい。もつじゃあね、もう一個のレギュラー番組の話をしましょうか。広島県あーやさん、向こうさんこんばんは。先日放送されたプレバト炎帝戦を拝見しました。炎帝戦は読まれる俳句が毎回ハイレベルで非常に見応えがあって楽しいです。今回は好きな観光地というテーマでしたね。横尾さんが読まれた2句は、両方とも、現地に行きたくなるようなワクワクさせてくれる俳句でした。番組内で能登の句が読まれた時、以前棚田の句を読んだ時に梅沢さんにアドバイスされて実際に能登に行ったっていうエピソードを話されていましたね。真摯にアドバイスを受け止め実際に行動する横尾さんがすごいなと思ったのですが、もし能登に行った他にも梅沢さんや夏井先生からアドバイスを元に俳句のために実際に行動してみたことがありましたらぜひ教えて。他にはないですね。うん、千枚田はお題出て行きたいなと思ったんで、後に行きました。まあ、梅沢さんからたまたまその時は棚田っていうかに行った方がいいよってこう終わった後に、アドバイス受けて、じゃあ今度お題もらってから行こうかなとも考えましたが、お題もらってから行く時間がない、締め切りもちょっと早いので、うん、行けないので、棚田の方は、収録後ですね、放送後に行きましたし、今後も、うん、自分で行きたいなとかいう場所がお題であったりしたら行く可能性もありますし、うん、まあ夏井先生からのアドバイスは特にないですね。まあ放送で皆様見てると思いますけど、直しでアドバイスをもらってるので、あと他の皆さんのアドバイスをちゃんと自分もそうだなと思いながら聞いてるんで、そこは自分の中で考えながら、俳句を作っております。そしてですね、今日生放送ヒルナンデスさんにお邪魔させてもらってて、その時にねコットンの西村さんとお話しさせてもらって、どうやって作ってるのとかいうお話をねずっと、やっぱ俳句のお題が来るとちょっと迷っちゃうみたいですね。いろいろどうやって作ろうとか、それでこうなんかありますかっていうことで、僕も小吉さんからアドバイスっていうか、こういう本読んでますよっていうのを、聞いて本をいただいて、うん、その本をおすすめしようかなと思っております。はい、以上スマイルメッセージのコーナーでした。スマイルレディオ文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたスマイルレディオ。ここでキスマイフット2からのお知らせです。キスマイフット2のニューアルバムシノプシスが現在発売中です。そしてアルバムを引き下げてのドームツアーが開催中です。次はラスト9月7日8日のバンテリンドーム名古屋です。詳しい情報は公式サイト SNS をご覧ください。あとですね、キスマイフット2のライブ DVD ブルーレイオーディアライフが現在発売中です。これは去年のアリーナツアーの DVD ですね。ぜひとも皆さん、見ていただけたら嬉しいと思います。はい、番組では皆さんからのメールをお待ちしております。アドレスは kiss@joqr.netkis@joqr.net です。そして来週8月27日の放送は、ラジオ業界的に頑張らないといけないスペシャルウィークです。横尾渉のソロラジもぜひ聞いてください。お願いします。そうなんですか？ラジオ業界的に頑張らないといけないウィークなんですか？なんかこの時期ってラジオさんあんま聞いてくんないですか？
そういうわけでもない。そういう意味でもない。とりあえず頑張ろうってか。あ、夏休みラストだからみんな聞いてくれる、聞いてほしいなって感じ。そうでも関係ない。とりあえずこの時期にやってますよってことは、わかりました。はい。はい、今夜もそろそろお別れの時間ですが、うん、いつも通りですね。いつも通り。うん、楽しくおしゃべりさせてもらってますよ。うん。次回もこんな感じで、来週ですね、来週もこんな感じ。でも来週はあのスペシャルウィークなんで、もっと頑張ります。今も頑張れという声が聞こえてきましたので、今から頑張ります。はい。はい、文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしましたキスマイレディオ。それではまた来週火曜深夜12時過ぎにお会いしましょう。バイバーイ。よバイ横尾くんありがとうございました。横尾くんが言ってくれた通りね、来週はスペシャルウィークですんで、もっと頑張ります。出てくるみんなもっと頑張りますんで、もっと聞いてください。来週スペシャルウィークです。来週もよろしくお願いします。要チェック！明星！明星10月号早口ダイジェスト！まずは関東16ページ、アイドルって最高だ！明星レギュラーたちが仕事について語っちゃう！続いて最新データ付きジュニアメッセージカード第2弾！ハイハイジェッツ少年忍者も登場！なにわ男子写真館最終回は道枝俊介！表紙はなにわ男子！明星10月号、集英社から明日発売！毎週土曜朝9時からの村上信五君と経済君、8月24日の放送は、交通網に革命を起こす電動キックボード、どう乗るの、免許はいるの、シェアリングサービスを行う企業の代表に一からお聞きします。近所のポートから見つけましょう。村上信五君と経済君は毎週土曜朝9時から。第37回2024アゲオシティハーフマラソン、11月17日日曜開催。ただいま参加申し込みをインターネットで受付中。詳しくはアゲオシティハーフマラソンで検索。お問い合わせはエントリーセンター 048-778-5880 まで。声優の安本博人、白石遥がお送りしている A&G メディアステーションファンワーチューン。週替わりで登場するゲストとのトークと、番組オリジナルチャートを発表するミュージックプログラム、あなたからのリクエストお待ちしています。土曜の夜11時はファンマーチューン。超 A&G プラスにて金曜20時から生放送でお届けしている学園祭学園青木ゆまのザ・ゴールデンゴールド55。次回8月23日はゲストにメインさんが登場。ニューシングルストロボファンタジーについてお話を伺います。メインさんに関する情報、質問、メールも募集中。お楽しみに。僕はコントが好きです。あなたが好きなものは何ですか？花子秋山ひろきのネコメン。文化放送からお送りしている花子秋山のレコメン。この後は矢吹奈子さんがボートレース、ボートレーサーの魅力を伝えるレコメンシェアリング、アイアムはボートレーサーです。レコメンシェアリング、アイアムはボートレーサー。このコーナーはボートレース振興会の提供でお送りいたします。ここからはレコメンが推していきたいものをマンスリーでピックアップしていくレコメンシェアリング。今月は私矢吹奈子がボートレース、ボートレーサーの魅力をお伝えしていきます。今日もこの方と一緒にお送りしていきます。埼玉支部の5194の大久保優香です。よろしくお願いします。お願いします。今日からはですね、毎日一つのテーマを決めて、そのテーマにまつわるお話を大久保選手に伺っていきます。本日のテーマはこちら、ボートレースとはどんなスポーツ？今日はまずボートレースというものがどんなスポーツなのか、基本的なルールだったり魅力的なところを教えていただきたいと思います。ではボートレースとはどんなスポーツなのか、大久保選手教えてください。ボートレースはですね、6隻の船で水面を3周して、その時の着順を競うレースなんですけど、男女平等の世界で、あの男の人と女の人混ざって一緒にレースしたりするものがボートレースです、うん、ありがとうございます。これからなんかまだ見に行ったことない方、ボートレース見に行ったことない方とかに楽しんでもらいたい場合は、やっぱ会場とかで見るのがおすすめですか？そうですね、やっぱりモータースポーツなので、うん、もうエンジンの音とか、
改めましてキスマイフット2の横尾渡です。文化放送から全国の皆さんに向けてお送りしますキスマイレディオ、番組に届いたお便りを紹介するキスマイメッセージのお時間です。その前に先週の担当藤ヶ谷さんからメッセージが届いています。まだまだ続くよって言って続かないのどう思うとのことです。番組とかよくありますよね。藤ヶ谷さんは子供の頃にショックを受けていたそうです。いやそれを言ったらですね、なんだろう、別にこれは否定とかじゃないです、僕個人の気持ちですね、最終回は映画館で、続きは映画館です。あれもショックよね。よし見に行こうと思った時見に行けないとかさ、ショック。もうテレビで終わらせてくれ、その後のスペシャルは映画館でええやんみたいな。僕も思います、ショックです。特に子供の頃なんかまだまだ続くよもそうだし、最終回は映画館で待ってるとか言われ、いやどうやって親を説得しようかなっていうとこから始まりますからね。ちょっと制作さん考えてください。別に否定じゃないです、戦略なんでね、これは戦略ですから否定ではないですけど、考えてくれたら子供たちは嬉しいかなと思います。はい、それではメールを紹介していきましょう。1枚目ですね、茨城県ももみさん。先月の東京ドーム公演で告知していた神業チャレンジ神声パン対決見ました。名前を捨てて販売、純粋に考案したパンそのものの勝負というのがいいですね。とても見応えのある対決でした。横尾さんはもっとドキドキだったかなとお察しします。皆さんのパンが披露されるたびどれも美味しそうが止まらなかったです。イメージしてたパンまですんなりたどり着いたのか、結構試行錯誤をしたのか、あの完成までどのくらいの期間を用意したのでしょうか。リベンジ対決楽しみにしています。これね、冒頭でも喋りましたけども、レギュラーのぶらり途中下車のロケをしてまして、その最中に出演が決まりました。そして、パンの締め切りが3日後、おっと、その時にロケ中にですね、マヤナッツモリンガを引きまして、これもう使おう、それしかない、時間がない、もうそっからすんなりです。そっからあとはクルミ使ったり、イチジク使ったりというのはすぐ考えました。はい、すぐです。作ろうと思った、考えよう、レシピ考えようと思った、僕はすんなり出てくるタイプです。試行錯誤はしません、なぜなら僕は作らない、頭の中で考えるから。はい、あとね、パン作りはね、漫画とかでね、簡単な作り方とかでね、炊飯ジャーとかで作ったりとかで作ったりとかやったことありますよ。とりあえず一回は簡単な食、簡単じゃないんですけど食パンとかは作ったことはありますよ。難しいものはまだやったことないですね。ちょっと粉でキッチン汚れるっていうのも嫌ですし、測るのが僕にはちょっと目分量で行きたいタイプなので、あとこの時間、こう寝かせるっていう時間がね、ちょっとね、何をしていいかまだ僕は分かっていない。その間もう気になってしょうがないんで、でもいつかちゃんとねハマりたいかなと思っております。はい、結果3位でしたね。いやー、そうね、もう次のパンはもうその時に考えました。もし呼んでいただけるんだったら、まあレギュラーなんで呼んでくれると思うんですけど、もう次のパン1個は考えてます。はい、悔しくない、髪はすげえんだもん、そんな簡単に超えられないよ。ただ曽根さんに負けたのが悔しかった。曽根さんにも勝てると思ってたんだけどな、まあ、渋谷さんにはね余裕で勝ちましたけど、ね、あのパンには勝てますよ、ここだけの話。って感じですね。はい、続いていきますか。ちょっと待ってくださいね。どうしましょうか。あ、ブラリさんの話が出たんで、ブラリさんのメールいきますかね。はい、愛知県 C さん。横尾さん、こんばんは。こんばんは。シノプシスの東京公演に参戦させていただきました。その時の MC で横尾さんがブラリ途中下車の旅の宣伝をされていましたね。横尾さんがブラリ途中下車の旅のことを僕に合っている番組と言っていたのがとても印象的でした。ぶらり途中下車の旅で美味しそうにご飯を食べたり、お店